まだ手紙に続
よ。何々、依頼を引き受けてくださった暁には報酬としてその依頼引き受けた。それでも眼鏡になった店がある。侍の道はどこ行った。いつもどおりいらっしゃいました。よし、東京ベルティ様、全力で応援させてもらうぜ。まだ続きがあるみたいですよ。はい、ES、今回の依頼には強力な助っ人をお呼びしております。え、ラモスとかか。そう、カツラさんとエリザベス先輩です。どうかこの5人で応援よろしくお願いします。いったい、ラファーのメントの生物だ。やめとくることなかったあるから。その話もやめよう、悲しくなるから。いつもならこの辺でカツラさんが出てくるんですけど、今回は予算の都合で2人は出てこないやる。なに、困った時は俺がズラの真似でもしてりゃバレねえだろ。あちゃん、カツラ、ほらほらじゃねえよ、バレバレだよ。というわけで本日は東京ヴェルディと銀魂のドラゴンデーです。今日の試合は我々ヨルゼア銀ちゃんの新パチとカズレーと銀魂しよう。全力で応援いたします。まあでも今日はそれぐらいがちょうどいいかもしれないですね。というわけで本日は東京ヴェルディと銀魂のコラボデー。コラボデーでは僕たちヨルゼア銀ちゃんと場内アナウンスが試合前というのはまあ今ですね、それとハーフタイム、試合終了後の全3回流れます。またバックスタンド側 MB ブロック席前にて書き下ろしイラストを使った T シャツやフラッグ等の会場限定オリジナルグッズの販売をしております。まだ一人一つは買ったけよ。買ったけよこの野郎。それじゃあ試合開始までもうしばらく待っててくれよな。お前ら人の話を聞けよな。この後の模様はハーフタイムにお送りしますのでお願いしてください。